ども、このジャズ、そしてスカの、ね、楽しい収穫とともに、こちらの、岡山秋の酒まつり2013、昼の部、夜の部とありますけれども、まずは昼、まずはいつもお世話になる竹部の、お町のいいお米を作ってくれる皆さん、いつもありがとうございます。今年は気候がどうかいろいろありましたが、このいいようにお米の方ができているんじゃないかと期待しております。ぜひ前回よりまだ上を目指して頑張りたいと思いますので、ぜひご期待ください。よろしくお願いします。今回はですね、出店プラスこの水曜日の PR ということで、こちらのチラシを持ってきてます。こちらはですね、10月末、順調の市場ということなんですが、美観地区の、ちょっと外れなんですが、ジッピンチューの地酒バル水曜日というお店を、開店予定です。お店ではですね、カウンター中心なんですが、ピッチューの日本酒とかですね、そういうものを各種揃えて、地酒のですね、復興を努めたいと思います。どうやって食べるんですか？最初の鶴は朝日米で作っています。今僕の一押しはこの酒です。よろしくお願いします。いいですか？お酒はやっぱり缶でしょということで夏でも缶でしょ。熱燗で飲んでほしいということなんですね。ぜひ辻本店昔作り御膳酒、ちゃんと管理する道具も持ってきてくれています。あったかいの、暑いですけど飲んでみてください。はい、おすすめどうです？はい、金粉の大吟醸どうですか？おすすめです。10月6日、後楽園革命館にて、岡山大学と、岡山酒造組合とのコラボレーション企画にて、地酒の祭事を行われます。お偉い先生方のありがたいお話を聞きながら、美味しいお酒と食事に舌鼓はいかがでしょうか。漫才出動の皆さんもお待ちしております。よろしくお願いいたします。ぜひ深く見てもらうに北の酒造本店の直売所をオープンします。皆さんぜひ来てください。今日は皆さん飲みまくってください。よろしくお願いします。岡山酒美味しいですからね。美味しく飲んで、あ、いいですか？美味しく飲んで、美味しく酔っ払って、帰りは無事帰ってお家までいただければ本当に。ないですね、本当に。ね、それで左前がいいしね。